今日は自由研究のお題のお題についてやっていこう。お題のお題、自由研究のお題を提供していこうということ。そういうこと。とはいえ具体的なものじゃなくて、お題決めの手がかりを挙げられたらなって感じだね。文字通り自由だからね。まずはもともと気になっていることがあるならそれを追求していこう。あんまりお題が決まらないときは、公園でもいいから15分くらいの目的地を決めて、そこまで歩いて行ってみよう。この時周りをよく見てみるんだ。地面に生えている植物に掲示板にあるポスターなど、普段の何気ない光景には結構情報があるものなんだ。そうすればなんでだろうが出てくるはずだから、それを調べてみよう。知りたい。ああ、いい原動力になるからね。